瀬川、あそしては速い伊藤持っていく、伊藤から中へのボール押し込んだ江坂、先制柏レイソル。いやこれはレイソルの攻撃の良さが出ましたね、はい、インサイド伊藤ジュニアのスピード、ラインを突破した後のもう間へのクロスですね、ディフェンスラインとゴールキーパーの間、はい、これはパーフェクトなゴールだったですね。まずこのスピードですよね、はい、このゴールも完璧なゴールだったですね、はい、